皆さんこんばんは。年中無休ラーネー相談窓口ということで今週も始まりました。ただ今週は残念ながら収録という形になっております。はい、改めましてラジオのパーソナリティを務めさせていただいておりますひまわりプリンセスのメンバーでもありますランネーこと笠井蘭です。よろしくお願いします。はい、ということで多分今 この画面を見てる人からしたらね突っ込むところがまずあるとは思うんですけど、まあ、それは、まあ、後々お話ししましょう。はい、ということで今回まあ収録なのがですねちょうど今、まあ、この場所どこぞやと思われると思うんですけど実は明日ですねひまわりプリンセスのリーダーの千花ひとみちゃんが生誕祭がありまして、で、まあ、金曜日はレッスン日でして、でちょうど今レッスンを抜けて30分ほど今回収録させていただいております。決してサボっているわけではありません。なので今なんかねシンプルに話してる風に見えると思うんですけどすごくすごく汗だくです。はい、で、まあ、今一生懸命レッスンしている、まあ、ところではあるんですけども、この髪の毛見てください。見てない人もいるかもしれないけど私はもともと髪型がショートボブぐらい肩につくぐらいの長さなんですけど、なんと今回昨日ですねちょうどエクステというのをつけました。ランネー自身はエクステは何回も実はつけたことがあって、それこそ去年のひまわりプリンセスのオーディションの予選が終わった後、予選中ですね、予選中は実はこの長いフォルムだったんですね髪の毛で。決勝行ってひまわりプリンセス最後の決まった時の洗剤はエクステ取って短いんですけどなので最初の方ひまわりプリンセスの最初の方の私を知っている方は結構馴染みが深いんじゃないかなと思います。まあ、なんで突然エクステをしたのかと言いますと、千花ひとみちゃん今回の生誕祭の主人公ですねロングヘアなんですよ、ということで真似してロングヘアにしてみました。まあ、完全にノリですということでまあ、エクステって多分男性の方とか特に馴染みがないかもしれないんですけど、まあ、大体1ヶ月から2ヶ月ぐらい、まあ、持つもので、なのでこれはすごく期間限定です。2ヶ月私は持ったことがちなみにありません。1ヶ月持っていい方かな、なんかねいつも取りたくなっちゃうんですよ。なんかねエクステもね実は種類があって、ちょっと多分見えないかな、そうプルエクステ、編み込み、そして、シールって種類があるんですけど、今回私はプルエクステっていうものをしてます。すごいね多分、まあ、物販とかでつなぎ目と言いますか、よかったら見に来ていただけたらなと思います。まあ、先週はですね100質をさせていただきました。私としてはなんか結構30分ぐらいで終わるコーナーなのかなと思っていたのですが、すごい時間結構ギリギリで、まあ、一応100問皆さんの質問、配信に関してのね質問をお答えさせていただきました。はい、でですね、まあ、いつもその、まあ、トークテーマをツイッターで、まあ、募集しているんですけども、今回はなんと募集しておりません。なぜかというとちょっと余裕なかったですらんね、ごめんなさいなので今回のラジオは完全に私の一人語りになってしまいます。ごめんね聞いてる人、本当にそうらんねえね、なんか一つのことに結構集中しがちで、特にリーダーの生誕祭はかなりギャップを狙っておりますので、私が自分のギャップを狙っておりますので、ちょっと結構練習しててっていう感じで、まあ、今回は完全に一人語りなんですけど、まあ初回の方だったかな、初回の方でですねやったことがあるコーナーといいますか、まあ、前回のその100問の質問に似たようなものにはなってしまうんですけど、今回こちらを用意しました。噛んじゃった。秒で話題をご提供、トークテーマガチャー、イエーイ、ということで、はい、まあ、トークテーマガチャということで、まあアプリではないんですけど、まあ、サイトなんですけども、まあ、以前もやりました。なんかランダムで質問が出てきて、それについて答えるというものになっております。前回はですね確か恋愛か悩み相談ってカテゴリーを選んでやったんですけど、
まあ、前回もね100問の質問配信で限定したので、今回はカテゴリーを選ばずにひたすら出てきた質問に答えようかなと思っております。ということで行きましょう。いきなり行きます。ちなみにカテゴリーはですね、ランダムを選んでるんですけど、おそらく恋愛、面白、悩み相談、真面目、仕事かな、これが出てくると思われますなのでこちらぜひね、あの聞いていただけたら聞いていただけたらっていう言い方が合ってるかわからないんですけども、まああの聞いていただけたら日本語が迷子ですねなぁと思います。はい、じゃあ早速ガチャ回していきましょう。ででんででででででで、んじゃん。最近の自分偉いと思うこと。はい、自分偉いと思うこと。常に私生きてて偉いなって思ってるんですけどそうだな、なんだろう、でも目標を決めたらそれに対して突っ走る姿勢に対してはすごく自分は偉いんじゃないかなって思いますどうだろう、まあ、それこそ生誕祭だったら生誕祭を成功させたいから、例えばなんかね、あの、まあ、生誕祭ありがちなんですけど、まあ、その子が好きな曲だとか、まあ、やりたいことをやるんですけど、まあ、そのために要は自分にとっては不慣れなことなんですね。なのでそれを克服するのに、成功させるためにいっぱい練習するみたいなことを、まあ、成功させるために着々と見えないところで頑張れるところは自分偉いかなって思います。次、ドン。何があっても折れない心はどうやったら手に入れられますか、を手に入れられますかかな。折れない心を持っている人はどうやって保っているのですか。なるほど、まあ、ランネは多分折れない心は持っていないそもそも全然折れるけど、でもなんか自分が仏だとして結構何事も一周回ったら、これ私の考えなんですけど、一周回ったらその時すごい悩んでることって割とどうでもいいことなんですよ。たまたま要はなんか他人からの見られ方とか、なんかそういう邪念が入りまくってなんか悩んでしまうっていうのがあると思うので、なんかまずはなんか折れない心を手に入れるために自分を一番、自分が愛してあげることが私は大事かなって思います。なのでなんか自分を甘やかすのも自分が一番甘やかしてみたいなのがいいのかなって思うんですけど、まあ、折れない心を持っている人は、まあ、どうやって保っているかっていうのはなんか私は、まあ、ずっと言ってるんですけど、まあ、自分に自信がない方で、でも自分に自信がないからといって諦めるのも私は違うと思ってるから、諦めじと何かしらの形で自分に自信がないから頑張ることが私にとってメンタルを保ってるっていう部分になるのかなと思います。逆になんかその頑張ることを諦めてしまったらダメな自分を認めてしまうことに私はなっちゃうと思ってるから、結構なんか常に走る人なのかなって思います。なので折れない心を手に入れたい方はまず自分を一番愛してあげてください。じゃん。真面目カテゴリーだね。世の中に言いたいこと。世の中に言いたいこと？世の中に言いたいことか。そうだなぁ。なんか人に怒る前に、一旦、寝た方がいいと思う。なんかね、これね、ランネ本で読んだんだけど、なんか、怒らない人だったかなっていう、確か本だったかなであるんですけど、なんか怒るっていう感情自体が、まあ、様々な人間の感情がある中で第二の感情らしくて、そもそも怒る前に必ず一個何か感情が生まれてるんですって。例えば悲しいから怒るとか、例えばですけどね、あとは悔しいから怒るとかがあるんですけど、その一番最初のなんか気持ちに気づかないで人に当たってしまう人、要は怒ってしまう人、要は原因を突き止める、怒る以前の
その気持ちに気づいてあげられないから人に誰かも当たり散らかしてしまうとかっていう人も多分いると思うので、なんかどうしても冷静になれないけど人に当たっちゃいそうな時は寝た方がいいと思います。これ世の中に言いたいことか分かんないけどねで私は思いますね。だから自分も割となんか人に怒らないようにはしてて、まあでもあまり怒ることないんですけど、それこそなんか仏ぶってるんで一瞬回って全てのことはどうでもいいってなっちゃうので、だから割とその怒るってことはしないんですけど、やっぱそういうなんか本を、まあ、影響されすぎだと思うけど、だからそういう本をやっぱなんか読むことって大事だなって思いました。だからその本を読んでから自分がなんか怒る前に、なんで自分がこんなに怒ってるんだろう何が嫌だったんだろうっていうのを振り返るようになりましたね。なので世の中よく喧嘩してる方いると思うんですけど、まずは喧嘩する前に相手にマイナスな言葉を吐く前に自分の気持ちをうまく整理するのがいいと思います。でも大体そういう人って整理ができないから怒ってると思うので寝てください。はい次、おすすめのカップラーメン教えて。ラーメンね、カップラーメンめちゃめちゃ好きなの。ラーメン大好き。もうてか麺類が本当に好きで、そうでカップラーメンすごく好きなんですけど、そうだな、いつどのタイミングでも食べれるなって思うのは蒙古タンメンだなセブンに売ってるやつ。なんで辛いのはめちゃめちゃ得意っていうわけではないんですけど、なんか蒙古タンメンの辛さはギリギリ食べれるギリ食べれる辛さで好きですね。あとあまり知ってる人いないかもしれないんですけど、まあ、韓国のチーズラーメンっていうのがあって、それがめちゃめちゃに美味しいんですよ。なんかカルボナーラ系のパスタが好きな人とかは結構なんか向いてる好きになりやすい味だと思います。なのでよかったら蒙古タンメンセブンで、あとはチーズラーメンはですね、あそこなんだっけな、ビレッジヴァンガードっていう、まあ、遊べる本屋があるんですけど、まあなんかララポートとかなんかそういう大きいとこに入ってたりとか、割となんか都内近郊だったら全然あちこちで見つけられるような場所なので、ぜひ皆さんチーズラーメン食べてみてほしい。みんなに辛くはないです、韓国の商品ですけど。次、あいいねこれ、お金のことを考えずになりたい職業教えてください。そうだな、お金のことを考えないでなりたい職業を言うのであれば、私、まあ、お金のことだけじゃなくてメンタルとかなんかそういうなんか現実的なことを一切抜きにしてなりたいなって思う職業を言うとすれば、なりたいっていうか、まあ、やってみたいのはやっぱ先生ですね。学校の先生、なんか自分が小学校の時にまあ学校の先生になりたかったんですけど、割と私多分人に教えるのが好きで、まあ、でもそれをねするだけの知識をまずつけなきゃいけないんですけど、でもやっぱりなんかこう人のためになんか何かをするって言ったらおせっかいかもしれないけど、でもそういう行為をするのが多分好きなんですよ自分が。でなんか、まあ、ぶっちゃけ私的には先生って無償の愛をあげ続けてると思ってて、だからなんか自分もそうありたいんですよね。なんかその子のいつか夢を叶えるためのお手伝いをさりげなくしたいみたいなそうねかな、まあ、お金のこと考えたらそんな社長とかさ、なんかあの前澤さんになりたいよね宇宙行ってみたいけども次、あわお、次に話すテーマ、恋愛カテゴリーですね。嫉妬深いそうだね、嫉妬深いと思います。あ本当に好きな人には嫉妬深いと思う。ただなんか結構割と私一周回るとなんかどうでもよくなっちゃう人だから、だから本当に好きになった人でも逆になんか最初は嫉妬してるけど、でもその嫉妬が冷めたら終わりだなって思うから、私が嫉妬してるうちはいいとこだと思います次、こっち、あいいですね。何をしている時に一番幸せを感じますか？寝てる時寝てる時か食べてる時。じゃん、次、有名人と一度だけお手紙のやり取りができるとしたら誰からお手紙が欲しいですか？またどんな返信をしますか？なんでなんか憧れの芸能人とかがいなくて、この人っていう人は実はいなくて、ただなんか私は誰にでも憧れる人なので、なんか誰からでももらいたいくらいなんですけど、亡くなった方を含めて
U のゼロ。あ、でも、まあ、私アニメ好きだから、まあ、ずっとね、魔法少女マドカマギカっていうアニメが好きなんですけど、まあ、有名人に入るのかな。青木梅先生ですね。作者さんと、なんか作者さんに会ってみたいですね。やっぱお仕事してみたい、やっぱり、窓麦の。そう。なので、梅先生に私のイラストを描いてほしいなって思います。なので、もうなんか一方的な愛を逆に伝えちゃうかも。次。お、今の10代、もしくは自分の子供でも、に伝えたい人生の教訓。人生の教訓か。まだ24年しか生きてないペーペーが、多分おそらく今聞いてくれてる人は私よりなんかね、多分ね、いろんなね、人生を送ってたりとか経験されてると思うので、何言っとんじゃやとか思われそうなんですけども、そうだな、私が思うのは愛想は大事だなって思う。どんなに嫌な人がいたとしても、なんか絶対いいところあるんですよ。だからなんかその人が自分に特別な害をなさない限りは、なんか仲いいふりじゃないけど、なんか自分は誰かを嫌うってことしない方がいいかなって思う。なんかその時に縁がなくても、例えばね、小学校の時の同級生全然お話ししませんでした、でもあの子噂でなんか何々ちゃんの彼氏取ったとか言ってて、それに一緒になって悪口を言ってたとして、自分が高校入った時に逆にその子の前、その子はめちゃめちゃ友達がいて、逆に自分が転校生みたいな形で行ったってなったら、その女の子からしたら別に直接的には何も言われてないかもしんないけど、私の悪い噂流したんだよねこの人っていうトラブルになりかねないから、なんか、まあ、常になんか笑顔で色とまでは言わないけど、なんかこうマイナスなことを確信を持てなくても、持ててもあまり言わない子になってほしいなとは思います。はい、なんだこれ。って感じかな。もうちょっと答えましょうか。これどうやって見るかな、ちょっと待ってね。はい、実はね、あのランネーね、だいぶ前にリア友にガチの相談を、ま、聞いてまして、それが 1,2,3,4 問あるのかな、ので、じゃあこっち行きましょうか一旦。じゃあ以上、私のなんだっけ、トークテーマガチャのコーナーでした。突如あるコーナー、まあ、ちょっと時間が あればちょっと続きはやろうかなって思いますって思うんだけど、多分これ結構友達からの、ランネーのリア友の真面目な、すごく真面目な質問が、相談が実はいただいたので、ちゃんとラジオでお話ししたいって言ってるので語ろうと思います。はい、じゃん。まず一人目ですね。この子は女の子なんですけど、友達が盛り上がっている時にどうしても冷めた目で見てしまう。あまり一緒に盛り上がれないっていうのが来てて、私結構これすごくわかるの。なんかみんながね、私のキャラがどう思ってるかわかんないんだけど、私もどっちかっていうと、みんなでわーってしてる時にわーってできるタイプだけど、めちゃめちゃプライベートなことを言えば、どっちかっていうとわーってなってる時にみたいなタイプみたいなタイプなのね。冷めた目とまではいかないけど、私も一緒に本気で盛り上がれないタイプで、だからなんかそれ近いことは感じたことあって、要はその友達の温度差を感じてしまうことがあるとは思うんですけど、まあ一つ言えるのは、別に無理して笑う必要がないということですね。まあ、逆に無理してわざとこう盛り上がってるっていう雰囲気も、要はその友達も察しちゃうんですよ。あ、今この子機嫌悪いのかなとか、なんかそんなつもりなくても、またなんかあらぬ誤解を生んでしまうから、だから逆になんか自分はそういうキャラですっていうことをなんかお話しするのも手だと思います。特になんか私はね、配信とかでもよく言うんですけど、例えば飲みの場、まああんまないんですけど、例えばね、私大学のサークル、まあ大学卒業してから、まあ、サークルの飲み会があったとして、あとゼミとかもあったんですけど、
の時とかも、私はなんかその大人数で、まあそういうのって大人数じゃないですか、飲みの席って。でも私はどっちかっていうと端っこで 2,3 人と恋バナとかをしてたりとか、しっぽり飲むタイプですっていうのを言ってて、っていうのも手だと思うから、なんか自分のキャラを認めるのが一番気持ちが楽じゃないかなって思います。それで辞める友達だったら友達じゃないから、友達を信じてあげるのもいいかなって思います。次、転職これはなんか、これはね、ランネのね、大学のね、親友くんなんですけど、ごめん、転職に関してはね、私は多分力になれないので転職サイト見てくださいと思うんだけど、まあでもね、このご時世にさ、やっぱ職業変えようっていう勇気って多分すごくすごい勇気だと思うから、その勇気って絶対別のところで生かされると私は思うので、頑張ってください頑張ってはい、その次、将来。これもね、私も将来不安です。すごくすごくすごく不安。でも逆に将来に対して自信がありすぎても、私はそれはそれで問題な気もするから、まあ不安に思う気持ちはなんかね、ずっと心の中で留めつつ、なんか少しでも前に進むことを考えるといいと思います。1円でも多く稼ぐとかね、それってだって別にね、バイトをすれば1円は増えるからそう言ってなんかちょっとずつ積み重ねてきたら、何かこう結果が得られるんじゃないかなって思います。そしてこれ、ランネの大親友ちゃんから来ました。これね、言葉を知ってる人いるかしら。男性といい感じになって相手を見ると、蛙化現象になってしまうっていう相談が来てるんですね。で、ちなみに蛙化現象、皆さん知ってますかね。いるかしら。これはね、なんか、まあ、この世でこの世で結構なんか蛙化現象について悩んでる方は割といて、まあ、これは恋愛においての、まあ、心情の話になるんですけど、まあ、ちょっと嘘は言えないので、ちょっと一応しっかりしたものを言いますね。まあ、蛙化現象なんですけど、まあ、片思い中の時はもうその相手に本当にぞっこんで好きで好きでたまらないんですけど、いざ両思いになったりとかお付き合いしたら、その相手に対して気持ち悪くなっちゃったりとか、興味示さなくなっちゃったりとか、要は冷めるっていう状態、冷めてしまうっていうのを、まあなんか蛙化現象って言うんですね。まあなんか心理学の用語の一つでもあるんですけど、でなんか、まあこの子はね、ランネの親友ちゃんなので、まあ要はね、大学時代の恋バナを、高校の時代の恋バナをめちゃめちゃ聞いてきてるんですけど、まあ、確かにそういう部分はまああって、でなんか本人も好きでたまらなかったはずなのに、いざその人が近づかれると嫌になっちゃうっていうのがね、まああるんですよ。難しいよね、これ。なんかなんだろうな。でもなんか男性といい感じになって蛙化現象が起きてしまうっていうのは、でも心理学の用語でもあるから、本当に辛くてたまらなくなったらまずは多分病院に行った方がいいのかなと思うけど、ただなんかなんだろうな、私は蛙化現象にあまりなったことがないからわからないんだけど、正直言うと。でもなんかなんだろう、異性に限らず人って完璧な人はいないから、多分どの場面においても絶対相手に対してえみたいな思うところ絶対あると思うの。逆に自分も思われてるし、ただそのえやばいこの人大丈夫とか、そういう風に思うタイミングが、この私の友達は多分その好きになった人が自分に近づいてきたタイミングで出てきちゃうんですよね。だからもうフィルターがかかってて、それがちょっと見え隠れして、あオンってなるんですよ、きっとだからなんか思うのは、最初から相手に期待しすぎないことが、まあなんかミソじゃないけどのがいいのかなって思います。なんかそれって多分蛙化現象に限らず、なんか私は結婚はしてなければ別に誰ともお付き合いしてないんですけども、なんだろう、そのいつかなんだろう、自分がね、誰かと結婚するしようかなって思った時に、やっぱ結婚って女の子のなんだろう、理想というか
理想かまでは分かんないけど、うん、なんかね、ウェディングドレスを着れて、なんかムーンブライトとかもあって、ムーンブライトだっけ、ブライドあれとかもあったりとか、あとはなんか結婚指輪も一緒に買いに行って、で同棲とかね、まあ、一緒のねお家も理想のねお家にリフォームして、そういうとこに住んでね、子供も産んで、なんかまあ大変だけどちゃんと子供を育ててっていう多分理想があると思うんですよ。でなんかそれが崩れてしまう瞬間って多分いくとつなくあるんですよ。なんか、まあ、恋愛に限らず、そうだからなんかその蛙化現象が起きることを認めながら、それが他の部分でも恋愛以外でもそういう、まあ、蛙化現象ほどじゃないけど、なんかそういう要はなんか自分の中の理想と外れてしまって嫌になってしまうっていうことはあるっていうのを踏まえて、その今の蛙化現象はそのいつかの自分の、ね、誰か一人にね、もしかしたら一人と結婚するかもしれないんですけども、その人に出会うまでの訓練だと思えばいいんじゃないかな。なんかわかんないけどねわかんないけど、でもやっぱりなんか理想と現実のギャップって多分これから生きてる以上多分ずっとあるんですよ。そう、人は理想を追い求めてる限り絶対現実と ぶつかるしね。え、例えばだけど、なんだろう、ラジオの番組をいただきました、かといっていきなりめちゃめちゃ爆売れするわけないんですよ。アイドルになりました、いきなり憧れのアイドルになった、やった、ライブしました、全然人来てくれない、当たり前なんですよ。でもアイドルっていう単語だけを見たらやっぱりキラキラしてて、いざこうステージに出たらたくさんのファンの人がわーってしてくれてみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そういうなんか理想と現実のギャップをね、今なんかいつかその大きい自分の人生の分岐点になるときにダメージを負わないというか、ダメージをね受けすぎないようにするためのものなんじゃないかな。まあ要は蛙化現象ね、難しいと思うんですけど、いるのかな、今ラジオ聞いてる方で蛙化現象になったことある人、逆に聞きたいですけどね。っていう、まあ以上、こちらが私の友達の相談の話でした。今回はちゃんと相談窓口としての役割を果たせたのかなと思います。はい、でそろそろ番組も終わりなので告知をさせていただきますね、少々お待ちください。はい、先ほど一番最初冒頭の方でも言ったんですけども、私が所属しているひまわりプリンセスのリーダーの千葉のひとみちゃんの生誕祭が明日よね、明日あります。ちょっと急に不安になっちゃった。明日です、明日、おそらく当日券があったりするのかな。しかも現地に来られない方はなんとオンラインでも見れるので、ぜひぜひぜひかっこいい私を、そしてかわいいかわいいひとみの大切な生誕祭を一緒にお祝いしていただけたらなと思います。そしてなんとですね、17日のラジオなんですけども企画をやりたいと思います、しくしくっていうのも実はですね、まあ、先週のラジオ終わりの時に、まあ、私アイスが好きってお話をしたら、アイスいっぱい食べればっていう話になって、買ってくるよみたいなことを言ってた人とかもいたので、ちょっとアイスのもしかしたら大食い企画をするかもしれません。なので皆様、来週の12月の17日の金曜日夜8時から9時、ぜひお時間あけて会いに来ていただけたらなと思います。皆さんお待ちしております。最寄り駅は南大塚駅です。ぜひ FM ルピナスの放送現場に来ていただけたらなと思います。あの加藤さんもお待ちしております、きっと待ってます。はい、というわけで番組の方は以上になります。また皆さん来週お会いしましょう。以上、ランネでした。